一つちょっと話がそれるんだけど、ある場所に調律師さんと帯同したことがあって、電車の時間の移動が8時間ぐらいだったんですよ。でね、そのおじいちゃんがね、もう80歳ぐらいだったんだけど、今はみんなこう携帯いじったり、こう出し組んでこう、まあいろいろするじゃないですか みたいな。そのおじいちゃんが8時間移動するね、片道で往復っていう移動だったんだけど、お財布と多分電話と飴3個ぐらいしか持ってきてないんですよ。カバンも何もなくて、これで行くのかなとか思って、電車ずっと見てたらこのまま動かないんですよね。あれは私、昔の人に大きなものを教わりましたよ。このまま途中ね、本当にね、生きてるのかなって確認したいぐらい、って思うぐらいでも、で、なんかそこから発される、たまに「アメいる」って言われると、こう伝わる重みがちょっとすごくてさ、なんかこう「アメ食べる？」って聞かれるのを「食べる」みたいなね、なんか重みがあったというか、その言葉自体の発する前の人間の重みがなんかそこにあったっていう感じ。だからこれも動きますよ、動きますよ、音楽に合わせて動きますよっていうエネルギーよりも、ここから5、6分のストーリーを来るっていう心構えがあって、最初に行くぞと、ブラームズと。別にこうあってもいい。演奏させていただくという心構えをまたこう反映させていくっていうのも、一つやっぱりなんだろう、なんか違う。